作者2人。なんかね、このゲームの紹介文のところにお笑いホラーゲームって書いてあったんだよね。どういう感じのゲームなんだろう。やっていこう。ちなみにこのゲームの作者さんは私が以前に実況したごめんくださいというゲームの作者さんと同じ方ですね。だからね、これ一番下にね、ごめんくださいをプレイ済みなら少し楽しみが増えるかもしれませんって書いたんだよ。まあ、知らなくても全然大丈夫だと思う。やってきます、ニューゲーム。でもこれホラーゲームなんだよな。起きた。注意、このゲームは面白くないです。ん？それに対して俺はなんて言えばいいんだ。いや、そんなことないよ、面白いよって言えばいいのか。やってもねえのに。とりあえずここはしかとだな。忙しい徹夜明けの朝、ふとスクールを立ち上げて気の向くままに作っていたら、いつの間にか形になっていまして、それを5日ぐらいかけて完成させたところ、全くもって何が面白いのかわからない謎なゲームが生まれました。産地直送、完全無添加のバカホラーゲーム。ところどころ痛いですので怪我しないようご注意ください。めちゃめちゃ保険かけてんなこいつ。めっちゃ保険かけてんな。注意で注意のところにこのゲームが生まれた経緯書いてるぞ。まあいい、何でもいい、楽しそうだろ。あ、まだ注意、下手すれば心臓が止まります。怖えわ、いきなり怖えこと書くなこいつ。突然怖い画像が出るタイプの反則的なホラー表現がありますので、心臓が弱い方やそういうの大嫌いな人はショック死する前にこのゲームを捨ててください。捨ててください。このゲームをプレイして何かしらのトラブルがあっても作者は責任を負えませんので、自己責任でどうぞ、あしからず。まあ確かにね、それはそうだよね。これでトラブルがあってね、俺が急に作者のところにどういうことだよって言いに行くわけがねえからな。皆さんらしいよ、下手すれば心臓。それでもこのゲームをプレイしますかしてほしくねえのかな。ごめん作者さん、ごめん、俺するわ。それでもこのゲームをプレイします。はい。おタッキー、そっちどうよ。この作者2人っていうのは自作ゲームを作ってる制作者の2人の話っぽいんだよね。タッキー、そっちどうよ。おい、タッキー、うるせえ。つうかその呼び方やめろっつってんだろ。いいじゃんタッキー、どこまでできたんだよタッキー。うるせえなこいつ。タッキーうるせえな、何回タッキー言うんだよ。お前こそどうなんだよ。あ、そうだ、やってみなよタッキー。なんだ、テストプレイか。あ、ちょっと待って、あ、なにこれ、なんか急に出てきたよ。なにこれ、アップル買った新しいソフトウェアって。いらないなに普通の事故起こしてんの俺いや収録時こういう事故起こるからな。なんだテストプレイか。これもしかして、これタッキーってさ、これがごめんくださいのあのさ、隣人に文句言いに来たやつかな。滝口だったっけあいつ。そうだ、テストプレイだ。めんどくせ、やんねえ。なんだお前、シカマルみたいな言い方しやがって。なんだめんどくせって。おいターキー、ターキーチキン、やるよこの野郎。それ嫌なんだな呼ばれ方。どれだよ。血を欲する男が来るよ。しかもなんだこのピアノの音、うるせえな。ドテ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 じゃない、うるせえなこのピアノの音。不協和音。血を欲する男でいいじゃん。何、血を欲する男が来るよって。なんでそのごなんか未来予知みたいな感じになってんだよ。あー、うるせえなこれ、ティラ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 、ダメだわこれ。うるさいうるさいうるさい絶対クソゲーだよ。そうやって逃げるのか。本当は怖いんだろタッキー。自分ができないと思ったものは全てクソゲー認定。見苦しいぞタッキー。怖くねえよこの野郎。じゃあやるよ。声が震えてるぞ。はーん、お前ところどころうぜえよな。やってやるよ。つうかさ、なんだよこの音楽。タッキーに影響されて俺も DTM 始めたんよ。あ、パソコンで作曲することを DTM って言うんだ。で、金余ってたから MIDI MIDI っていうのこれ、キーボード買ってさ、
これピアノめっちゃ面白いんだけど。ぐちゃぐちゃーぐちゃーって弾いたらできた。要するに適当に作ったんだな。適当って言うなよ。これでも3日かかったんだぞ。3日か。初めにしては早い方なのかな。ふっ。ておい、自分の席に戻るなよ、タッキー。よかったな。まあせいぜい頑張る。早くやれや、この血を欲する男が来るよってやつ。タッキーもやってやるよって言っただろ。言ってねえよ。タッキー、やってやるよこの野郎。ふっ。お前のゲームずるいんだもんな。だからやりたくねえんだよ。決定ボタンと。おお、ビビらせんじゃねえ。あ、ちゃんとやるんだね。ゲームの中のゲームをやるんだね、ちゃんと制作者の。まだ始まってすらいないぞ、タッキー。あ、すごい、なんかや、新鮮な感じする。ゲームの中のゲームの中をやるみたいな。ここはどこだ？頭が痛い。そうだ、居酒屋の女に騙されて。あ、財布はない。くそ、つもたせだ。どういう始まり方だよ。つつもたせだって始まるゲームそうそうねえぞ。ていうかどこだよここ。あ、動ける。お、動かせる。やべえ、タッキーと同じこと言っちゃった。なんだよこの妙にリアルな設定。感情移入できるだろ。いや、あ、これでセーブとかは、あ、特にはねえのか。再開ポイントに設定しました。リアルセーブ画面を呼び出します。あ、セーブあんだね。あ、いいねいいね、ちゃんとセーブあんのか。これ右か左か、もう俺クラピカ理論的に。なんだこいつ。右で行くよ俺は。本当に失礼なこと言うけど、ゴミみたいなゲーム作ってんだこいつ。このタッキーともう一人のお前、なんでこのゴミみたいなゲーム。なんでもねえじゃねえかよ。どうすればいいんだよ。ヒントもなんもなかったぞ。ふざけんなこの野郎。マジでビビってんの。最高だわタッキー。びっくりは反則だろクソ野郎。あ、でもこれちゃんとこの制作者さん言ってたもんね。なんか脅かすみたいな感じの表現があるので、触死するよって。ウケる、マジウケる、タッキーウケる。クソゲ、このゲームクソだ。第一、初見殺しじゃねえか。ふざけやがって。タッキー、やれよ続き、早く。断る。タッキー、 You are タッキー。この野郎、この後ろでピアノが鳴ってんな。あ、続いた。ってことは右に行っちゃダメってこと。これ左に行けばいいのか。お、そういうことか。あー、これ、いや、なんか、一応やるね、一応ね。死ぬと思うけどやるね。これドゥテ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 、うるせえな。あ、自動的に再開してる。俺左だったよな。だったらこの進んでっか、もう無視するわこいつを。来るね来るね。音がでげえな、死神さんよ。で、これはなんだ。あ、来た、セーブ。このセーブがあるの助かるな。ゲームの中のゲームをやってるの新鮮だな。6の墓、1の墓、8の墓、6183、6183192、あとじゃあ4と5とかがないってこと。え、これ覚えた方がいいのかな。618、これ何やってんだこいつ。真ん中の墓はヒント、縦横斜めで15。あー、覚えておけばよかった。681だったっけ。3、6813。あー、もうわかんねえわかんねえわかんねえ。6、あ、4 4入ってなかったよな。いや、俺なんかほんとくだらねえんだけど、俺このピアノの音がちょっとツボになってるかもしんない。もう頭の中で流れてるもん。ドゥテ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 っていうやつが。ここだよな。じゃあ真ん中を1と9だから10で、これ、あ、5か。待って、斜めでも検証しよう。8の、じゃあここが2だったら5だな。2だ、5だ、5だね、5。5でいこう。1、2、3、4、5。はい、OK。
進んでセーブ欲しいな。ただの追いかけっこになってるじゃねえか。あ、なになになに、必死に走っていたら町に出た。これ町なの、これ町、本当に町を作ろうぜって言った初日みたいになってるけど、あの骸骨みたいな変なやつはもういない。あれ、なんだか住人の様子がおかしいぞ。理解できない。もう全く理解ができない。だって最後主人公もなってたじゃん、死神に。もうもう意味がわかんないんだけど。なんだよこれ、エンディングだよ。おめでとうタッキー。いや嬉しくねえんだけど、そもそものこの終わり方どういうことなの。意味わからなかった、意味不明だった。この兵士は居酒屋で女に騙されて謎の施設に放り込まれたじゃん。その時に死神になる薬を飲まされてて、それで最後に死神になったんだよ。じゃあ書け、その表現一個もなかっただろう。じゃあなんで死神に追いかけられたんだよ。いや死神は敵キャラだから。いやそうじゃなくて、なんで主人公は死神に追いかけられたの。生きてるから。は、何の問題ですかタッキー。やめろ開き直るの、問題しかねえよ。じゃあ最後に町の住人が全員死神になったのは、確かに確かにね、薬飲まされてんのがさ、この包またせにあったやつだけだったとしたら、住人が死神になってんのおかしいよな。おっと、すいません、私の実況でよくあるマイク落としをやってしまいました。なっちゃったんだよ。なっちゃったってどういうことだよ。は、雨でこうあのなっちゃったんだよ。え、もう頭悪いなタッキー。いやお前だろそれ、雨でこうなっちゃったってなんだよ。雨はあれ死神の降らせた雨だったのさ。 それで世界は壊滅の。俺も帰っていいかな、夕方だし。ダメ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 、俺のターンは終了した。何雨で死神の降らせた雨って、死神の降らせた雨だから死神になる、チートじゃねえかよ。次は俺がお前のゲームをやる番だぞ。完成してねえんだよ、まだいいだろ。あでもこれよく見たらタッキーよりこの左の子の方がいいパソコン使ってる感じすんな。デスクトップ使ってねえかこいつだけ。硬いこと言うなよタッキー、やめろ。須田、須田って言うんだね。ダース、マッチって呼んでくれよ。いつも言ってるけど、なんでお前がマッチーなんだよ。実家が町田だからマッチーだよ。お前の実家静岡だろ。いいじゃん、いい加減マッチーって呼んでよタッキー。タッキーめっちゃ苦労してんな。これ旗から見てたら確かに面白いやつなんだけど、実際こいつと絡むとめんどくせえって思うわ。これか、あーアソム、なにそれ。おい勝手に起動すんじゃねえよ。曲いいね、面白そう、さすがタッキー。まあいいか、未完成だから途中で終わるからな。オッケーオッケー。お、ちょっとこっちのタッキーが作ったゲームはしっかりしてそうだな、ストーリーとかも。アソムって知ってるか、最高の快楽が得られる役さ。おー、こっちも危ない始まり方してんな。でもありそうだな。どんなものか知りたいか、教えてやろうか。さあ、3000円だしな、リアルな値段。アソム、おお、いいいいいい始まり、いい始まりだね。さっきのがさっきのだったからな、こうなっちゃったんだよっていうゲームだったからな。やろ、聞いてねえぞ。快楽なんて最初の数分だけじゃねえか。苦しい、あの野郎、くそ、このままじゃ、やべえ、頭が痛え、くそったれ、
同じこと言ってる。いいから起きろ。自分かっこボール上、おっとおっとっとおっとっとっと、タッキー、タッキー嘘だよね。タッキーまで変な感じの作ったわけじゃないよね。お前みたいな若造もアソムに手を出したのか。お前は誰だ。俺の体はどうなってるんだ。お前もじきに俺のようになるだろう。実体があるうちはその体だ。一体何を言ってるんだ。選べ。このアソムっていうの薬をやってしまったらこうなってしまうってことか。お前は行きたいか、それともここに留まるか。何の話だ。自分が置かれた状況を理解する必要があるな。周囲に俺と同じような奴らがいる。話を聞いてみるんだな。こっから動かせる。いいねー、こじらせてるねー。なんだって。タッキーのそういう中学2年生っぽいセンス好きだよ。バカにしてんの。このボールみたいなのが主人公なの。フチカとしてんな。そうだが、わかりにくいね。ああ、まあまあまあ、悪気があって言ってるわけじゃないんだよね。直球で言ってるだけなんだよな、須田は。じゃあ、マッチーが動かしてんだろうな。これかセーブ画面か。はい。話聞いてみよう。お前は現世に体があるんだな。俺はもうあの頃には戻れないのさ。その代わり、ここにいれば何もしなくてもいいんだ。この体になってから考えるのを放棄したよ。お前もそうした方が楽だぞ。これもアソムがやった仲間たちってことなんだよね。アソムはシャブとは違う。全くの別物だ。人間を量子化する一つの道具だ。画期的な発明だよ。なんか危ねえやつだな。もうアソムの世界を受け入れてるもんな。ボール上でのこの世界の時間は現世よりも早い。行きたいなら急いだ方がいい。ここから先はとどまる道を選んだやつのみ進める。今のお前の状態じゃこの先には行かない方がいい。正直俺は後悔してるんだ。ああ、後悔してるやつもいるんだね。あ、お前はまだ早い。うるせえよ。この世界は一体何なんだ。電脳世界といえばわかるかな。この世界はインターネットの中だ。あー、電脳世界に入り込んじゃってるってことだろ。体は現世に残ってんだよね。お前は麻薬だと思ってアソムに手を出したんだろうが、実はアソムは麻薬じゃない。脳の電気信号をクラウドネットワークへ抽出し、魂をすべてネットワーク上に移動させる道具だ。うわ、難しい設定になってきたな。俺もしかしたらさっきの欲する男が、血を欲する男が来るよみたいなあのゲームの方が好きだったかもしんねえ。だからお前の体は現世に置き去り、魂のみがここにある。じゃあ俺の体とお前らの体の違いは何なんだ。原理はよく分かってないが、現世の自分の人体が消失すると俺のようになる。周りの奴らはみんな現世の人体を失った。急いだ方がいいというのは。いって、なんだ。お前の人体が消えようとしている。なぜだ。どうする、お前は行きたいか。行きたいに決まってるだろ。それなら葬られる前にここから脱出するんだな。おい、急げ。おおお、何ちょっとそれっぽい雰囲気出しちゃって。これどう、脱出ゲームが始まんのこっから。どうしよう、またあの死神出てきたら。ん、ナイトクラブだ。俺はそこにいた。怪しい男にトイレに連れ込まれた。大きなクーラーボックスがたくさん積んであった。お前がメールで言っていたやつか。まさしく。さ、早速取引だ。とにかくハイになれるやつは頼む。いや、おめえも普通に犯罪者だからな。アソムって知ってるか。なんだそれは。最高の快楽が得られる役さ。どんなものか知りたいか。オープニングに繋がってる。ああ、初耳だ。教えてやろうか。さあ、3000円だしな。そして俺は怪しい男からもらった薬をそのまま飲んだ。それであの電脳世界へ行ってしまったってわけなんだもんね。今だ。今だって言ってることは、商人はなんか別の
薬売ってるやつじゃないってことなんだもんな。違うもの売ってたんだもんな。次に目を開けた場所は狭い場所だった。あ、これであそこに繋がってんのか。あれ止まっちゃったよ。未完成だって言ったろ。あ、ここまでか。あ、ちょっと気になっては来ていたんだけどね。続きはね、続きはタッキー、まだ作ってねえよ。はぁ、いや、はぁとか言われても。ないわ。なんで完成させてないの。いや、お前が無理やり始めたんだろ。お、電気をつけたのか。じゃあ俺も帰るわ。もう8時だし。うん、了解タッキー。今日は9時から雨らしいから気つけてね。あれ、タッキーってどこ住みだっけ。高口馬場、高田の馬場みたいになってる。都内なんだ。家賃高くない。敷金礼金無料と家賃1万円だから。1万円、家賃1万円。まあとんでもねえところに住んでるからな。ごめんくださいを見ればわかると、ごめんくださいの実況を見ればわかると思うけど、自然な誘導、俺の自分の他の実況への自然な誘導が今成功した。結構安かったぞ。変な匂いするけど、変な隣人もいるけどな。それ危ないんじゃないの、幽霊とか。今のところ心霊現象みたいなのないかな。ただお隣さんが異常にうるせえんだよ。何回も文句言いに行ってもリス使うし、って言ってたもんね。うるさいんですけどみたいな。タッキーがうるさくしてるから隣がうるさくしてんじゃないの。なんで俺が。タッキーバンドやってたじゃん。バンドやってたの。いや、アパートには楽器置いてないな。俺んち楽器鳴らしちゃいけない決まりだし。じゃあお疲れ。でも仲いいね、ゲーム制作者の2人。こうやってね、小さいところでさ、狭いところでやってるの方が楽しかった。なんか人気になれば人気になるほどね、ちょっとこの2人の仲が悪くなったりとかしてくんのかなとか、謎の余計な考察をしちゃうわ。おっ、タッキーお疲れ。でも2人ともいいやつそうだからね、普通に。あ、終わった。制作ハドハドさん、ハドハドさん。あ、いや面白かったな。なんかちょっと現実味がある感じの、ただホラー感があったのは、実際は、あ、エンド終わってないのか。お、あ、なんか起こりそう、なんか起こりそうだね。こっからホラー感が出るのか、もしかして。あれ、タッキー AC アダプター忘れてる。もしもし、タッキー AC アダプター忘れてたでしょ。うん、そうそう、持ってってあげようか。いやいや、いいよ。それでタッキーの家どこ。あ、地図送ってくれるのね。了解。よし、じゃあ行くか。タッキーの家どんなところなんだろう。お、これがタッキーの家か。せんま。あ、この隣人の音、ごめんくださいと同じ音だ。隣うるせえな。須田、こんな雨の中俺ん家来るって言ってたけど、何も明日でいいんだけどな。あいつ何かと人の家行きたがるけど、俺ん家来て何するつもりなんだろうな。確かに動けるわけじゃねえのか。壁通しまくってんな。壁蹴りだな、もう本当に。うるせえよ隣、何やってんだよ。これごめんくださいに繋がってるわけじゃないんだもんね。お、須田かな。繋がって、でも、あ、そっか、さっき死んでない、死んでるルートと死んでないルートみたいなあったもんな。お、あ、動かせる。うわ、このゆっくりな悠々遅さ、お、全く同じだ。これ外に出れるわけでもねえんだ。セーブはできるわけでもない。出るか普通に。意味わかんねえ。あ、なに、こういう、これもゲームだったってこと。この作者二人っていう。あー、もうわかんねえ、もうわかんない、もうわかんねえわ。もう頭に残んのがあれしかねえもん。ドゥテ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 。